フアン2世、フアン2世、西、ホアイ1397年6月29日から1479年1月20日は、ナバラ王、在位、1425年から1479年、及び、アラゴン王、バレンシア王、バルセロナ白、在位、1458年から1479年、シチリア王、在位、 1458年から1468年。カタルーニャ5名では、ジュアン2世、ジョーン2世、イタリア5名では、ジョバンニ2世、ジョバンニ E、シチリア王としては1世。大王、西、エルグランドと呼ばれる。アラゴン王フェルナンド1世と、王妃レオノールでアルブルケルケの次男で、アラゴン王剣ナポリオーアルフォンソ5世の弟。また、同盟のカスティーリャ王フアン2世は重邸にあたり、 アラゴン王権カスティーリ王でカトリック領王と称されたフェルナンド2世の父でもある。強権的な政治が文献を尊重するアラゴン連合王国の構成国から反発され、戦災の子供たちとの対立も相まって内乱を発生させた。対立王が次々と出現する事態にまでなったが、外交と軍事の積み重ねや自身の長寿により切り抜け、 ナポリ王国とナバラ王国を除いて一体化させた連合王国を時代に譲り渡した。父フェルナンドは元はカスティーリア王子であり、ファンもカスティーリアのメディナデルカンポで生まれた。出生時にはカスティーリアの王帝の次男という冒険王族に過ぎなかった。フェルナンドは幼少の追いファン二世が即位すると摂政を務めた。父がカスペの妥協の結果、 1412年にアラゴン王に衰退されると、不安の立場も向上。シチリア王にもなった父の命令で副王,王として、シチリアへ派遣されたが、1416年に父が亡くなり兄アルフォンソ五世が即位すると、帰国させられ、兄の側近と交代した。また殺傷だった父の基盤を利用し、兄や弟エンリケと共に、カスティーリアへ干渉、アラゴンの王子地と呼ばれた。 有力貴族と結びついて、重帝のカスティーリア王フアン二世を圧迫した。しかし、アラゴン議会に介入を反対されたため、1430年にカスティーリアと九戦協定を結び、カスティーリアから排除された。兄、アルフォンソの即位後の1419年、ナバラ王カルロス三世の娘で、シチリア王マルティの一世の未亡人であった十一歳年上のブランカと結婚した。 カルロス三世は1425年に死去するが、男子がいずれも養成していたために、ブランカが王位を継承し、ブランカ一世、夫であるフアンも共同君主として、ナバラ王となった。フアンは最初ブランカの妹イザベルと婚約していたが、それを破棄して、ブランカとの結婚に変えたという事情があった。王位を継承したとはいえフアンの立場は弱く、衆とのカルロス三世から、 ナバラ人以外の採用禁止、ナバラの土地の売買禁止など制約を強いられた。アルフォンソ5世はたびたび外政を重ね、ナポリオ王国の征服後は、ナポリに宮廷を構えて戻らなかったため、代わってファンが義士で10枚でもある王妃マリアと共に、アラゴニやカタルーニャを統治し、アルフォンソには着手がなかったため、1458年の死後にファンが、 アラゴン連合王国の大部分を相続することになり、アラゴン王、バレンシア王、バルセロナ伯、シチリア王を継承した。アルフォンスは、ナポリオも兼ねていたが、これは、諸子フェルディナンド一世が相続した。後に、フアン二世と、五歳フアナエンリケスとの間の娘フアナが、フェルディナンド一の二番目の日となっている。アラゴン連合王国の一部だった、カタルーニャの都市バルセロナでは、 貴族層と大商人、中小商人と職人層の対立があり、司会はそれぞれ美が、ブスカと呼ばれる派閥で混乱していた。フア二世は当初美がに肩入れしていたが、後からブスカを非行し彼らのバルセロナ司会独占、及びブスカが掲げる国内産業の保護政策を後押しした。しかし、経済立て直しに失敗したブスカが1462年に姿勢を放棄すると、 それは王権への打撃と反発したビガのジャナラリターで、カタルーニャ結集を引き起こし、ジャナラリターが王権に反旗を翻す伏線になった。リシも、ファン二世も、家庭問題を抱えていた。アラゴン王即位前の1440年、まだカスティーリアに未練があったファンは、ジジョブランカを、老いのカスティーリアをエンリケ四世、姉マリアとカスティーリアをファン二世の息子に嫁がせた。 翌1441年にブランカ一世が死去した際、ナバラ王位は、長男、ビアナコ・コカルロスが、フアンの同意のもとに継承するよう遺言した。しかしフアンは、同意を与えず、カルロスを総督の地位に止め、ナバラの王位継承法に反して、王位を譲らなかった。さらに、1444年に再婚した、フアナ・エンリケスが、自分との間に生まれた王子、フェルナンド。 後のフェルナンド二世をアラゴンとナバラの王位継承者とするよう迫った。立場が危うくなった、カルロスも支持者の貴族たちに煽られ、不安と対立し挙兵へ、破れて投獄されると、脱走してナポリのアルフォンソ五世の下へ逃れた。1458年にアルフォンソ五世が亡くなり、アラゴン王位を継承したフアン世は、シチリアへ移ったカルロスに和解を呼びかけ、 1460年に実現しかけたが、カルロスがカスティーリアに内通していたことが発覚すると、再度投獄した。王位継承問題は、ナバラの貴族間の抗争、カタルーニャの反乱につながり、カルロスは二度にわたって投獄された後、不安二世が強引な政治姿勢に反発したカタルーニャ、ジャナラリターの要求に駆使したため1461年に釈放されたが、 同年に父に先立って死去した。さらに、カルロスが、相続人として指名した、同母妹ブランカ、1453年にエンリケ4世と、離婚していたモフアン2世に投獄されて1464年に、死去した。不穏な状態の中、1462年に、カタルーニャが、フアナエンリケスとフェルナンドボーが滞在していたジローナを、包囲したことで、 10年に及ぶ内戦が始まった。フアン二世はすぐさま、フランス王レイ11世の支援を得て二人を救出したが、カタルーニャの反乱は、フランス、カスティーリャ、ポルトガルの介入も招き、対立王、アラゴンゴを及びバルセロナ博を称したが3人も擁立される事態となった。はじめは、カスティーリャをエンリケ4世がジャナラリターに擁立されたが、 1462年から1463年、フアン二世はエンリケと交渉して、王位を撤回させたため、ことなきを得た。次に、かつて、フアンの父フェルナンドとアラゴンを王位継承権を争ったウルジェイファク・ジャウマ二世の孫で、ポルトガル王族の将軍ペドロ・デ・コインブラが、アラゴン王ペドロ五世、146年から1466年、を称したが、 ジャナラリターと対立した上、1466年に廃止した。勢いづいた、フアン二世は、レリラを落とし、カタルーニャへ向けて、従来の特権村長と反乱の恩赦を宣言し、切り崩しを図った。最後に、アンジューコルネガンジューがジャナラリターに押され、アラゴン王を称し1466年から1472年、息子のロレーヌコージャン二世が、 カタルーニャ総督に選ばれ、フランス軍がカタルーニャへ侵したが、フアン二世は外交でイングランド、ブルゴーニュと結んで反フランス同盟を結成。カスティーリアとも同盟を結び1469年にエンリケ四世の妹イサベル、後のイサベル一世とフェルナンド結婚させフランスを孤立させた。翌1470年にジャン二世が死亡したことで、流れがフアン二世に傾き、 1472年にバルセロナを陥落させ、カタルーニャの反乱を収束させた。内乱の長期化をしのぐ自身の調明もあり、このようにして最終的には鎮圧を果たし、その間に成人したフェルナンドに王位を継がせることができた。戦後は約束通りカタルーニャの特権尊重を制約したが、反乱の被害は大きく、バルセロナから資本、人口が流出し、 代わりに、バレンシアが台頭、判断の原因だった。階層間の対立は棚上げされ、問題の根本的な解決はされなかった。カタルーニャ再建を含む、問題解決は、アラゴン連合王国と共に、フェルナンド二世に委ねられた。1479年、フアン二世は81歳で死去した。三女で、カルロスとブランカ二世の同母妹のレオノールは、父の在位中に、 ナバラの摂政に任じられており、父の死後に女王となったものの、わずか三週間余りで、自身も死去し、その後は幼い孫たち、フアン二世の彦、フランシスコ一世とカタリナが、ナバラ王位を継承した。その他の君主位は、カスティーリャ女王となった、イサベル一世の共同君主となっていた、フェルナンド二世が継承した。最初の日、ナバラ女王ブランカ一世との間には一男三女が、 生まれた。二番目の日、不安なエンリケスとの間には一男一女が生まれた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。